あと1時間でグッズ発売開始だよな。もう2時間並んでるからな。トイレ行きたいな。グッズ列に並んでる時トイレに行けない。一人で並んでるんですけど、ちょっとトイレ行きたいなと思ってて、ちょっと場所取っておいてもらうことってできますかね。あ、大丈夫ですか。じゃあちょっとこれじゃあちょっと置いてくので、ここにちょっと置いといてもらってもいいですか。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すぐ戻ってきます。はい、前後の人に場所取り頼んでみる。ありがとうございます。でも結局割り込みだと思われたくなくて並び直す。最後列に並び直してちょっと泣く。並んでいる時はひたすら音楽聴くかダウンロード済みの動画見る。飽きたら周りの人の話をちょっと盗み聞きする。すいません、面白すぎると笑っちゃう。やっと変えた。いざグッズが買えても感想を言う相手がいなくてニヤつくしかない。ちょっとなぁ、会場までまだ時間だよなぁ。ファミレス。ちょっと行ってみようかな。やっぱ大丈夫です。はい。あ、他行きます。すいません。ありがとうございます。すいません。会場までファミレスで時間を潰そうと意気込むが、混んでいるのに一人で居座るのが気まずくて、会場付近で座ってその時を待つ。携帯のバッテリーは必須。ことあるチェリコちゃんがいるみたいだな。暇だし会ってみるか。うん、会ってみよう。うん、今は噴水のところに座ってるよと。髪の毛が青色で緑のパーカー着てツアーバッグ持ってるよ。どこだろうな。全身担当カラーの赤色の服で、髪の毛も赤色の、あ、チェリコちゃんですか。あ、おたこです。あ、はじめまして。なんかあれだね、なんかツイッターとかで絡んでるけど、なんか初めて会うとなんかちょっとあれだね。ねツイッターの友達に会ってみる。ちょっと写真撮ろうよ、写真。何でいつも撮ってる？スノーとかさ、ユーライクとか。ノーマルカメラ。結構強いじゃん。ノーマルカメラで耐えきれる顔面じゃないか。びっくりしたんだけど。じゃあ、撮りまーす。はい、チーズ。一応写真とか撮る。今日はね、そこまでなんかいい席ではないかも。でもわかんない、入ってみないとさ、なんかステージ構成とかちょっとわかんないから、まだわかんないけど、グッズとか買った？もうグッズ、あ、これからなんだ。あ、じゃあ並ばないとだね。結構私は待ったけど、
なんか思いのほか帰るみたい、なんかちょ朝から並ばなくてよかったかなみたいな感じはあるけど、結構だからスムーズにね今列動いてるっぽいから、うん、あ、全然カードも使えた、現金だけじゃなくてなんかカード専用レーンみたいなのあって、そっちの方が結構スイス行った気がするから、うん、それじゃあ、うん、じゃあまたね、今度また現場変わったら会おうね、じゃあねー、バイバイ。でも初対面だから気まずくて割とすぐ解散する。あと10分で会場だからそろそろ列並んじゃうかも。あ、解除した。チケットこれでお願いします。ありがとうございます。解除したらすぐ入る。あ、ちりこちゃんわ、あのお互い楽しもうね、うん、じゃあね。あ、席は近いのかな、もしかしたらね、ゲート一緒だからね、うん、あの楽しもうね、なんかお互いね、あの楽しもうね、うん、じゃあね、じゃあね、バイバイ。チケットもぎるところあたりでさっきのツイッター友達に会って一応手を振る。席ここか、まあ、ステージあそこら辺だから。外周近いな、ちょっと待って、外周来たらやばいな。え、ちょうどだから、なんか外周さ目線あるかな。え、どっから出てくるんだろう。え、ちょっと待って、ちょっと、え、あのバクステの何、あのバクステのあの椅子何、バクステ登場。え、でも普通センター、でもセンターの上にもなんか、あ、なんだろう、天井から出てくる。推しがどこから出てくるか考えてみる。メンステに合わせるか。ステージ付近のスタッフさんを目印に双眼鏡をセットする。うん、開演までまだ1時間あるしな。トイレに行ってこよう。開演まで1時間あるしと余裕をこいていたトイレでまさかの5分前を迎える。今並んでも開演間に合いませんよ。分かってるよ、急ぐからもう。4人の屍を越えれば私はライブがスタート、4人の屍を越えれば私はライブがスタート。よし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 、あ、すいません、すいません、すいません、ちょっとすいません、すいません、すいません。開演直前で間に合ったものの真ん中の席に行くのが気まずい。登場する感じ、ちょっと、推しどっち、メンステだ。登場した推しがキラキラすぎて泣く。まあ、とりあえず合流してほぼメンステ感は使うな。大体を把握して気持ちが落ち着いたら双眼鏡で推しをロックオンする。近くに来ても大声は出せず念をめっちゃ送る。指刺されたかもしれないけど確証はできない。パンサーをもらっても確証が持てない。え、私でしたか、今の私でしたよね。え、そうですよね、周りに全然なんかいないし、あ、え、どうしよう、え、やばい、どうしよう。けどたまに周りが盛り上げてくれる。その後から親友ってくらい協力する。あー、やっと MC タイムだ、ちょっと疲れたな。はー、 MC タイムは静かに見よう。よし。すいません、静かに。MC が面白すぎて声出して笑っちゃう。最後のバラードでこの後アンコールがあることを毎回忘れて泣く。アンコール、アンコール、アンコール。アンコールは一応小声で言ってる。終わっちゃった。
忘れないうちに、投票面して半分半分で出てきちゃって、ファンサもらったかもしれないけど、隣の人が終演後、誰かに早く話したすぎてツイッターが荒れる。あれ？もう最寄りか。早いな。すぐ着いちゃった。来るときはちょっと遠いなと思っていた会場も、帰りは余韻に浸っているので一瞬。楽しかった。明日から頑張ろう。余韻ビタビタすぎて笑顔で最寄りを歩く。はい、というわけでぼっち参戦あるあるを紹介したんですけれども、いかがだったでしょうか。なんかね、私結構ぼっち参戦ばっかりなのよ。なんかばっかりっていうのもあれだけど、ぼっち参戦全然なんか苦にならないというか、全然ぼっちで参戦するタイプなんだけど、私が思ってるなんか現場でのあるあるだったりとか、あとよく見るなって人だったりとかをちょっとまとめてみたんですけれども、共感できる部分ありましたでしょうか。今回のやつはさ、どのグループでもあるあるだと思うよ。で、ちょっとコロナよりはちょっと前の声が出せる時のあるあるだったんですけど、またね、よく考えてみたらこういう人いるいるだなっていう人とかね、また動画にしたいなと思うんですけど、よかったらコメント欄で皆さんのオタ活中のあるあるだったりとかがあったら、ぜひぜひ書いてくれたら嬉しいなと思います。それでは、自己ワナナでした。バイバーイ。こちら、私のグッズなので買ってください。